第44回高田屋貨幣祭り、おはようございます。今日はこちらのお祭りの駐車場警備にやってきました。こちらのお祭りではステージイベントがあったり、フードコーナーが設営されたりと、その他子供が遊べるイベントが盛りだくさんとなっております。よろしくお願いします。おはようございます。こちらの駐車場の方なんですけども、一般客のそのメイン駐車場になります。木枠に駐車場案内してもらうんですけども、枠外駐車されますとあちらの高速バスが出れなくなりますのでね、枠外駐車等はないようによろしくお願いいたします。新商社用スペースというのは特に設けてないので、近くの駐車スペースに停めていただくという形で対応してください。自転車二輪車につきましてはちょっと専用スペースがありませんので、先ほど案内したあちらの方に停めていただくおはようございます。こちらの方、臨時駐車場からのシャトルバスでお越しになられたお客様の乗る場所、降りる場所と乗る場所が両方こちらになっております。もしお客様ね、降りられましてできたら声かけていただいて、お帰りの際もこちらの方乗降場所になりますのでお越しになってくださいと声かけいただけますと、ね、ぜひお願いいたします。運行に関しましては基本的にこちらの方に書いていますけども、こちらの運行時間というのをね、基本守ってっていう形になりますので、問い合わせされましたらこちらの方の運行時間でやらさせていただいておりますという形でよろしくお願いいたします。質問事項ございますか。シャトルバス入ってきた場合、まず入ってきます。入ってくるイコールお客様を乗せていると思います。お客様を乗せられていますので、ここで止めてもらって、でお客様降りてもらう。空になったバスは奥の駐車場内でターンをして、またお客様を迎えに行く。もう乗って帰るんだよっていう人がいたら、降りたらそのまま止まっててもらっといて、あ、降り帰る人もいますので乗せてくださいって運転手とかに確認しながら乗せてもらって、またターンしてもらって向こうの臨時駐車場の方に行ってもらうという形になります。はい、じゃあおはようございます。こちら、UU5 の方の駐車場なんですけども、基本的には UU5 の施設を利用される方の駐車場という形で対応の方よろしくお願いいたします。 UU5 の方、開始が10時半、ただし朝風呂入りに来たよっていう人は10時ぐらいから来られてる方もいますんでね、地元の方が多いので、もう見てトラブルにならないように言葉遣いと丁寧によろしくお願いいたします。はい、おはようございます。こちらの方、55ドームの方の駐車場ですけども、メイン駐車場がいっぱいになってから、ぐるっと、ね、建物の奥の方、通路を通ってもらって、こちらの方に案内するって形になっています。駐車場としてはね、特にこちらの方55ドーム施設利用のお客様はいらっしゃらないということなので、その辺に関しては気兼ねなく駐車場として案内の方よろしくお願いいたします。何か質問事項等ありますか。第一、駐車場の混み具合今現在どうなります。今現在、半分ほどになっています。ただし今の時間帯はほとんど関係者なので、関係者で半分ということはやっぱりそれなりに案内しなきゃいけないかなっていう状況になりますので、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今日一日ありがとうございました。はい、体調職なんですけど、どういう役回りで業務されてますか。基本的には本当雑用なんですよ、体調職って。体調だよっていう形でこう偉そうに回るんじゃなくて、みんなの下支えですよね。やっぱりわからないことっていうのが新人さんも今年は多いですのでね、フォローし理解にできるかで、自分が説明それ受けて理解できるかどうかっていうのを意識して説明させてもらっております。見回りだったり下支えの中で気をつけて指示を出していることって何ですか。イベントということでお客様との接触交渉っていうのが増えてきますので、そういった部分でのその余計なトラブルとかないように、言葉遣いを丁寧にとかね、そういったところを注意してね、案内誘導するようにということで心がけております。この現場なんですけど、去年と比べて何か違いなどはございますか。
イベント主催者自体がね、去年とちょっと違いますので、それに伴ってその警備員の配置だったり駐車場のこの取得位置だったりが違いますのでね、それに応じてちょっとね 2,3 点変わってるところがありますが、その辺また資料と用いてね説明しておりますので、その辺については対策しております。大丈夫です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと待ってください。まだ続きがあります。コスモセキュリティでは、神戸、淡路島、徳島に営業者がございまして、寮費2万5000円、光熱費、込み込みの独身寮もあります。家族寮もあります。さらに、神戸の方では、野なめ保育園という保育所もありますので、そちらの方で無料でお子さんも預けられます。さらに、うちで働いていない方も野なめ保育園の方ではお預かりしてますので、ぜひ問い合わせの方よろしくお願いします。ご応募の方は動画概要欄またはコスモセキュリティを検索してご応募の方よろしくお願いいたします。待ってまーす。